番組をご覧の皆様こんにちは。ロケットハウスアイナイです。本日は2024年1月から公開される洋服の青山フレッシャーズ CM の撮影をさせていただきました。ありがとうございます。はい、これで洋服の青山さんとの CM 出演が4回目、はい、になります。はい、あの今回はフレッシャーズの皆さんに向けて爽やかでかっこいい CM になっていると思います。はい、フレッシュ、はい、今年もスーツチェンジというフレーズとともにですね、あの衣装が切り替わる演出とダンスシーンも見どころになっているかっこいい CM になりそうなんで、完成がめちゃくちゃ楽しみです。はい、あとなんといっても、去年のフレッシャーズ CM から引き続き僕たちの楽曲ニューデイが、テーマ曲として使われていて、それもめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューデイはね、あの勢いのある曲ですし、あのフレッシャーズの CM にはとてもぴったりだと思います。はい、はい、僕たちのライブでもめちゃめちゃあの盛り上がるし、みんなの中でもこの曲は人気高いんじゃないかなって僕は思ってます。はい、CM を通してたくさんの人にまた聴いてもらえると思うので、それもめちゃくちゃ嬉しいです。はい、フレッシャーズは入学とか入社のように新生活に踏み出すとか新しく何かに挑戦する人たちのことなんですけど、うん、あの僕ら INI としても2024年は新しいことにもどんどんチャレンジして飛躍の年にしていきたいなと思ってます。はい、まあなのでせっかくなのでここで一人ずつ、うん、あの今年の抱負と新しく何か挑戦したいことをぜひあの見てる皆さんにちょっと紹介しましょうか。うん、じゃあ匠から。うわ待って、ド忘れちゃった。なんだっけな、ちょっと待って。ド忘れ。マジド忘れちゃった。ド忘れ。今年の抱負ド忘れちゃった。やばいよ。やばいやばい。早速言おうとしたのにね。早速忘れ。嫌なことは全部忘れるっていう意味でな。な、抱負ド忘れ。抱負ド忘れ。待って、ガチ忘れ、ごめん。今そうだね、うん、今勢い今結構回りでもいいですよ、うん、そうですね、今年はなんかあれですね、あれだ、違う、まあ、ゲーマーになりたい、字をあの綺麗に書けるように。おー、今なんか調べてて、はい、漢字を大きくしてひらがな小さくするんですよね。そういう法則があるんですね。そう、法則があったりとか、いろいろ調べてます。字をきれいにする。はい、字をきれいにする、はい、うん、頑張れ、うん、挑戦したいこともちょっと挑戦したいこと、うん、挑戦したことはだから字ですよね。それも字につながる。なるほど、頑張ってください。はい、続いてリヒト。はい、今年の抱負はですね、ポジティブでいることですね。偉い、はい、いいですね、もう楽観的に、まあ、いい感じに、まあいいかという気持ちでやっていきたいのと、うん、挑戦したいことはですね、まあでもメンバーのみんなともっともっといっぱい一緒にご飯食べたいなって思います。いいですね。もう何かあるたびに打ち上げしたいです、うん、はい、いいね。ザイザイザイ。じゃあユダイ。はい、僕の今年の抱負は昇り竜です。おはい、辰年ということで、あと僕年男で、あの竜のようにいろんなことを上り詰めていきたいなって思ってるんで、上り竜にしました。今年挑戦したいことはですね、あのアニメソングのテーマソングとか、うん、なんかいつかできたらいいなって。ああ、確かにね。はい、アニメソングのテーマアニメのテーマ曲とか、そう、オープニングとか、はい、とかいつかできたらいいなって思ってます。やりたいですね、ぜひお願いします。お願いします。フェファン。はい、今年の抱負は、あの不安を抱えずに生きていくことです、うん、分かる。いいね、恐れず、うん、どんどん新しいこととか挑戦していきたいなと思って、うんうん、でその挑戦したいことは、うん、スカイダイビングしてみたいです。意外となんか東京いい、ね、あの首都圏でもうすぐできるみたいで、うん、埼玉みたい、埼玉あたり、うん、なんかあるみたいな、ね、あの時間あったら行ってみたいなと思ってます、うん、いいですね。はい、気をつけ。はい、今年の抱負はですね、楽しむことを大切にしていきたいと思います、うん、はい、大事、はい、新しく挑戦したいことは、自分休みの日にあんまり外出ないんで、うん、なんかあの旅行とか行きたいなと思いますね、うんうんうん、はい、行きたい。はい、松田仁の今年の抱負は無遅刻、無欠席です。おお学校学校みたいな、大事やな、本当に大事だよ。最近やっぱまあ、無欠席がやっぱ今年ちょっと
風邪もちょっと少し引いてしまったので、来年は、もう無遅刻無欠席で元気にいきたいなと思います。いい、素晴らしい、素晴らしい、健康で、そうですね、まあ言うたら健康です。新しく挑戦してみたいことは、いろんな地方に行くことです。休みの日、さっきもきょうちゃんに言ってたんですけど、休みの日にどっか行ってリフレッシュしてみたいです。はい、僕の今年の抱負は、生きる速度を上げることです。そうです。そして新しく何か挑戦したいことは英語です。なあ、まあ、やってなくはないんだけど、まあ、ちょっともうちょい本格的にやろうかなと思います。大事。ヒロト、僕の、今年の抱負は、そうですね、お菓子を食べ過ぎないことですかね。ああ、はい、そんなめっちゃ食べるもんね。はい、本当、意外とめっちゃ食べてて、これだからもう全然添加物、添加物人間なので。いいよ。全然食べていい。ちょっと挑戦したいことはですね、あれですね、あの、お綿の子を作ってみたいですね。おお、綿の子、綿の子作ってみたい。あ、ないんだ、作ったこと。ないです。もうおかしい。俺もないよ。っていうのはもっと早く来いよ。ね。誰か言うかなと思ったら、うぃーやったことないんだね。受け入れすぎてた。そうですね、挑戦したいことは、そうです。そんな感じです。はい、そこはつこうか。はい、後藤武です。はい、僕の今年の抱負はスキンケアを頑張るです。めちゃくちゃいい。肌をきれいに、はい、頑張りたいですね。それのために何か新しく挑戦したいことなんですけども、あのスチーマーを買ったり、あのなんか美容施術ですか、あのピーリングとかあるじゃないですか、なんかすごいペチペチやってもらえるやつ、あれやってもらいたいと思います。美容だね。いいですね。はい、僕高塚ひろむの今年の抱負は、何事も怠らずに真面目に取り組むことです。はい、挑戦したいことは、個人にしても INI のグループ全体にしても仕事の幅を広げられたらなと思います。間違いないですね。真面目。はい、俺の今年の抱負は脱皮です。そして新しく何か挑戦したい、ことはですね、そうですね、脱皮で、脱皮でそんな次脱皮で使いました。いろんなことを本当に挑戦したいですね。もうやったことないこと、何から何まで全てやり尽くしたいと思います、 INI で。はい、はい、ですね。ということで2024年は INI にとっても、あの、挑戦の1年にしたいと思います。はい、はい、フレッシャーズの皆さんと同じ気持ちで気を引き締めて、新しい一歩をしっかりと踏み出したいと思います。最後に、CM は全国で1月26日からスタートしますので、ぜひ見てみてください。それから今回も CM だけではなく、いろんな取り組みをさせていただいていますので、洋服の青山さんの店舗にも行ってみてください。それでは以上、アイナでした。よろしくお願いします。